なこんばんは。ペイントークのお絵かき配信始めるよ。ねるちゃん起きちょるかね。はい、始まります。なんかタイミング逃しちゃった。シャルちゃん大気ありがとう、はい、あ、アンさんこんばんは。ありがとう、こんばんは。今日はね、うちはね、あの新しい服ね、着たくてちょっと服デザインするよ。私はね、全然何書くか決まってないです。本当今ね、あのちょっと画像をいろいろ見て、うん、本当に何書こうか迷ってるところ。なんか適当に書こうかな、人物何がいいだろう。なんかリクエストとかあったら。リクエストする？いや、リクエストって言ってもそんなすぐできないけどね。あ、ラキッドさんいらっしゃい。初見です。いらっしゃい。あ、配信初めてじゃったがね。いつもツイッターで挨拶しちょる人ですよね。ありがとうございますね。今日はね、二人でお絵かきしていくんで、よかったら見てってください。はい。なんで私が返事してるの？ん？何書こう。何書く？ねるちゃんね、配信始まる前ね、ポケモン描いちょったんよね。落書きじゃん。え、ニョロも描いちょったよ。すっごい落書きだったじゃん、あれ。え、ポケモン描きたかったんじゃないん？じゃないじゃないじゃない。じゃない？いや、あ、BGM が二重になってる。BGM20? ディスクトップ音声が入っちゃってるのかな。こんばんは、ひもつけた、いらっしゃい。声届いてるかな。あ、アンさん、ありがとうね。あの、大丈夫かね、BGM。あ、ひもつけさん、いらっしゃい。いらっしゃい。うん、これでね、違和感治ってくれるといいんじゃけど、大丈夫じゃろうか。なんかね、みんなね、うん、音声なんか音量とかね、気になることあったらみんなね、気軽にコメントしてね。うちすぐ直すから。直った、よかった。っていうか、お姉ちゃんめっちゃフリフリ。めっちゃフリフリ。うん、めっちゃ、そう、めっちゃ可愛いの着たいんだもん。どうしよう、何書こうかな。迷う。人物やっぱり。え、あ、あれじゃ、ねるちゃんさ、この前さ、ゲーム配信しちょったじゃん。ゲーム配信？うん。ビセージ？ビセージって言うんじゃっけ？ビシージじゃないかな。ビシージ？うん、あれの戦車とか飛行機描く。戦車とか飛行機？うん。戦車とか飛行機、戦闘機っていうこと？もうねるちゃんが作っちゃったやつ。いやー、あれは絵にするの多分違うと思う。ねー、じゃあどうしようかな。あ、そうそうそう。あ、シロさんいらっしゃい、こんばんは。今日はね、うちね、新しく着る衣装考えちょるよ。あのミニ戦車ですか。ミニ戦車っていうか、いや、あれ面白かったね。面白かった、面白かったんだけど。え、あの戦
だって砲台やるのにさ、あの体当たりで町壊しちゃったじゃん。いや、そ、うん、あ、うん、そういうゲームだからね。だってあんなんさ、なんかこんな感じでさ、こんな感じでここに車輪ついて、こんな感じなだけだよ。ほんと単純なクリスしかしてなかったし、いや、これ書くんだったらもっと違うのか。え、何かこう、なんかデータ残ってたかな。データ残ってるならいいんだけど、よいしょ。どうしよう、なんか、太め。びっくりだよ、まさか書いて思いついちゃらんかったなんて。なんか落ちた。なんも考えてなかった。どうしようかな。何色にしよっかね。今日あれちゃったね、すごい雨めっちゃ降っちゃったね。こっちはどうでもなかったよ。降ってたけど、多分僕のところに比べて少ないんじゃないかな。ちょっとね、お互い住んでるところ離れてるから。ちょっとこっち。ねえ。誰かか。最近さ、鳥を飼い始めて。そういえばちょっとね、そう、鳥飼い始めたんだけど、一つみんなに解いてほしい問題があって。鳥ちゃんね、鳥ね、あれ答え分かった？分かんない。最近で答えは出てくるから部屋にもう出して飼ってる状態で、鳥がいるんだけど、鳥映ってるね。この鳥が、両手両足、手と足が飛べないんだよ。なんかガラって言った。この鳥が両足飛べな、あんまり使えなくて、ほんと飛び跳ねるだけで、だいたい5センチぐらいしか飛ばないんだよ。跳ねる5センチしかジャンプせんってことよね。そうそうそう。で、海岸カゴに飼ってたんだよ。このなんか、ケースなかったから海岸カゴ入れてたんだけど、とりあえずここに鳥の巣箱を入れて、で、この上に出ないように網を置いてたんだ。で、夜になったら鳥をここに入れるんだけど、人かきそうに。鳥をここに、ぬらひょみたいな鳥。鳥
これを入れるんだけど、だいたいこの鳥の産みたいなのが10センチぐらいにこの上に乗るときがあるんだけど、でもまあ15センチぐらいで、まあここに取っ手の出口って持ち部分あるじゃん、あのカゴって。でこっからまあいつも出そうってたのかなって思ってたんだけど、あの寝る前にこの上にタオルを置くんだよ。でタオルをここに詰め込むわけ。タオル？で、うん、一応ここに物を置くんだよ。何置いちゃる？こっちは何もしないんだけど、重しどれくらいの重さなん？本とか？箱で置いてるかな。空き箱？箱で置いてるんだけど、箱。何の箱？ん？のお菓子の箱みたいな。うんうん。まあ鳥は上がれないかなっていうぐらいの。で置いてて、この密室の状態で、あった。抜け出してるんだよ。上に行くこともできないし、ここ空いてるからって言ってもこの距離じゃ、その5センチぐらいしか飛べないから、全然飛べる距離じゃない。で、ここに物詰めてるから、こっから出てるっていうあれも絶対なくて、じゃあどっから出てるって言ったら、箱のところから出てるしかないんだけど、箱のところからも出た形跡がないのか、いやどっから出てるかがわかんないんだけど、と鳥なんだけど、この密室の状態で出てるわけ。うんうん、みんなどうやって出たと思う？下はあれなん、机なんよね。下は机。朝になっちゃう。箱そのものが動いちゃうことはないん？ない。うん、やっぱりあれかね。タオルのところから出ちゃるんだとは思うけどね。でもここ詰まってるよ。ん？ここ取っ手の部分突っ込んでるから。これが動いてへん限り出れへんから。なんか布もタオルもなんか動いた形跡ないん？ないで、朝になったら部屋中走り回ってるの。元気じゃねえ。多分落ちて走り回ってるんだけど、なんでだろうとか思って、名前なんて言うんだっけ？名前すず。ん？すず。すずちゃんだっけ？すず。名前多分言ってなかったと思う。すず。すずって言うんだ。すずちゃんよね。すずちゃん元気じゃね、すごい。もともとそういう種類の鳥なんじゃっけ？もともとそういう種類の鳥？飛べないっていうこと？うん、そうそうそう。飛べる。何の種類の鳥なん？ちっちゃい鳥。ちっちゃい鳥って、なんかインコとかさ、文鳥とか。ねえ、アンさん、どういう感じなんじゃろうね。うちはなんか、箱の底は空いちょるんでしょ？だって。箱の底空いてない。箱は、何？本当にあの、底がある箱なん？蓋がないやつ？箱って蓋あるやつだよ。こう、ダンボールの？ダンボール、お菓子箱かな？こういう感
イズの箱だよ。うん。だから、そうじゃねえ、アンさんの言う通りじゃねえ。カメラとか置いといたらね、なんかそういうの見れるかもしれんよね。いや、もう野放しにしてる。え、今もそこらへん跳ねちょるん？え？今？普段はあれでしょ？カゴの中おるんでしょ？リビングでも話し飼いしてる。話し飼いしょるんすごいね。朝起きたらリビングで、トイレ掃除。あっちこっちにしてるからトイレ掃除して。ここに入れちゃげりゃいいのに。顔から飛び出すんだもん。顔からも出てしまう。そんなにちっちゃい鳥なん？顔？ん？鳥かご。鳥かご入れない。ねえ、下月さんの言う通りじゃね。あ、ゾウヒョンさんじゃ、いらっしゃい。お疲れ様。久しぶり。今すごい何書くか迷ってる状態です。なんか決めて書いとるんじゃないの？決めてない。なんかいつもこういう体勢だしな、やめようかな。何かこう。そういえばね、さっき配信前にね、ちょっとね、ネットのニュース見ちゃったらね、スラムダンクの映画化が決まっちゃったよね、すごい。PV 出ちょるらしいんじゃけど、すごい気になるんよね。なんかあれじゃよね、最近本当に昔の作品のリメイクめっちゃ多いね。あ、リメイクなんだ。何やるかわからんて。でも作者さんの脚本でやるんて。私はね、気になってるのはエウレカセブンはすごく気になってる。気になっちょる。うん、また違う話だからさ。あ、もうストーリーあらすじ紹介されちょるん？うん、なんかツイッターに上がってたよ。どんなお話なん？どういうお話？なんかエウレカが追われてたぐらい。それ最初テレビシリーズと一緒じゃん。一緒じゃん。でもなんかね、うん、あれ青なのかな。なんかちっちゃい子がいて、なんかもうすごい声が女の子だから女の子のかなとか思ってしまったんだけど、エウレカがその赤ちゃんを抱えながら戦ってるみたいな。へえ。鈴木なんかね。鈴木ではないと思う。うん、完全に違うような感じだった。何ここあんさん、かっこいい斎藤子、どんな絵描いたんかね。ちょっと後でツイッター見てみよう。何かこう、え、本当絵描いてなくて。もう好きなの描いていいと思うけどね。あれじゃね、ライブ 2D だとちょっと透ける記事はちょっと難しいんかね。あ、龍骨くん、あれ見た。うちいいねした。ね、ああいうちょっとね、大きいキャラがすごいね、可愛くポージングしとるの、うちめっちゃ好き。ねるちゃん、ねるちゃん。ん？ライブ 2D って、なんかレースとかちょっと透ける記事は難しいよね。透ける生地？裏を透けるっていうこと？そう。黒巻きで抜くとかになってしまうよね、そうなると。そうなると黒巻きで抜くみたいな形になるし、肌のところは、その、
肌で表すとか、本当に、うん、なんて言うんだろう、白でもいいけどちょっとつけてるみたいな感じで表すか。うん、スケールのやりたかったんじゃけどな。アンさんね、また書いたらツイッターあげてね、見たい。あれじゃよね、でも最近そういうさ、映像化あるけどさ、うん、やっぱりあの最近は特にすごいキャッチーなんか知らんけど、あの作者とか原作者の人が脚本とかあの制作進行指示とかやっちょりますっていうのすごい舞台文句で多いよね。うん、なんかやっぱり作者さん本人がね、なんかそういうの進行とか関わっちょるとなんかやっぱ外れないじゃろうって思って、ちょっと安心して見れるところあるよね。でも私その辺あんまりよく分かってなかったですけど。え、そうなん？うん、作者さんが関わっちょるとさ、なんかほら前日短コミックスとか出るし、劇場版の最近ちょっとね、ちょっと前になるけどね、ゼロ感とかね、あの劇場版の前振りのちょっとしたワンエピソードね、冊子で漫画で読めてとかいう、アイドウチめっちゃ好き。なんかいろいろあるんだね。やっぱね、すごいあの映画とね、なんか少年漫画とかそうなんじゃけど、やっぱりその劇場版のお話がやっぱりあのね、せっかくすごいね、すごい派手なのにね、なんかあの本編とリンクしちょらんともったいないなって思うタイプじゃから。やっぱね、作者さんがね、やっぱりこの映画はね、ここの作品のここの時間軸のここで起こった出来事ですみたいな感じでね、やっぱ作品に組み込まれちゃうとすごいあのめっちゃしっかり見れて、うちは好きなんじゃ。なるほどね。時々あるんよね。っていうかあのちょっと前の作品とかやると本当にね、本当になんかあの映画と本編関係ないじゃないけどね、あったりするから。まあね、すごい映画でね、キャラクターが死んでしまったりとかしたらさ、えらいことじゃからね、本編に関わるようなイベント起こせんのじゃけど。あとはあれじゃね、すごいあの本編のさ、すごい盛り上がるところ映画化とかも多いね。鬼滅とかそうじゃん。でも、なんか鬼滅の映画もそろそろするんでしょ？なんか、やっぱりアニメ、あれの続編になるから。なんか、それどうのこうのって聞いてる。また映画やるん？鬼滅。2期が続き。映画するじゃなくて。そのテレビ放送でね。うん。映画もするって。ああ。あ、アングさん、こんばんは。いらっしゃい。今日はね、うち、あの、新しい衣装のね、ちょっとデザイン考えちょるよ。ねるちゃんは何描いちょる？背景？わかんない。適当に描いてる。適当に描いちょる割にはしっかり描いちょるね。いや、でもね、正直分かってないんだ。どうしようかなと思って。だいぶ 2D ね、降りるレースダメなんじゃな。ダメそうだね、別に。書き方次第なんじゃけど、そうなるとあれじゃよね、その体
体にかかってるところは大丈夫なんじゃけど、うん、うん、クロマキーで抜いたときなんかちょっと変なこといたりそうじゃからちょっとやめちょこう。うん、なんか駅の方も見えてくる。駅の方もし。最近はあとあれじゃよ、呪術廻戦とかね、あれ。ゼロ感ね、映像化するし、そういうのもいいかもしれんね、本当に。最近見てないんだよ。ゼロ感楽しみだよね。うちがすごい気になっちゃるね、乙骨先輩がね、尾形さんがやるって聞いちゃるけん。あとはあれじゃね、チェーンソーマンもね、すごい楽しみ。うん。背景描いちゃるん？え？背景描いてる。久々に。何の町？あ、ゆきとさんじゃん。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか適当に駅のホームでもかけたらいいかなと思って。今日はね、今日はね、うち新衣装ちょっと買いちょるんよ。ねえ、あ、アンさん、あ、そうね、アンさんあれちゃったね、ファーンと買いちょったね、すごい、あれかっこよかった。ね、すごい、魔王様めっちゃ強そうじゃった。うん、ちょっとね、夏服じゃないけどね。このハサみたいにね、すごい涼しげな衣装にしたいと思ってね。あ、下手に作ってもらったん、すごーい。どうしようかな。どうしようかな。寝るちゃ。でもなんかすごいイラスト描けそうじゃね、それ。いや、わかんない。でも昔の落書きって本当こんな感じだった。まあ、僕からなんてなんか良さそうだったりとかみたいな。お姉ちゃん予定ではそのライブ 2D のカフェでいつぐらいにできそう？今週末にはちょっと書き上げたいなって思っとるんじゃけど、うん、頑張って。了解。バレちゃったら来週も大丈夫？来週末でも大丈夫？パーツの塗り分けとかあるけんね、パーツ分け。そこがちょっと心配かも。うん、あ、パーツの分けはまだあれ入れてないけど、もうラクダ自体は今週欲しいかな。来週再来週までに
イラストを完成してくれたらありがたいなとは思う。わかった。あ、そうなんよね。あ、そうなん？ん？そうじゃったんじゃ。うちがフォローしちゃったの。そうなんよね。今いっぱいいろんな VTuber さんおるけんね。すごい。魔王様とかね。いっぱいね。すごい。怪獣さんとかね。ビジュアルすごいね。VTuber さんめっちゃおるもんね。うちああいうのすぐ見てしまうとすぐフォローしてしまうよね。どうしよっかね、何しよっかな。ブーツじゃなくてサンダル？サンダルみたいな。ん？お姉ちゃんのイラスト全然見てないから全然見てないことないんだけど、うん、どうなんだったっけ。え、こんな感じ。私が横に、なるほどね。どうなんだい。うん。え、何？何がいいんだろうとか思って。何がいい？でも足もさ、見えてるようなさ、うん、サンダルよりちょっと靴っぽい感じの方がいいんじゃないかな。なんか靴っぽい方がいい？軽い、いや、靴じゃなくてなんていうの？軽いサンダル、軽いサンダルじゃん。うん、サンダルみたいな靴みたいな、なんていうの？うん、あるある、そうそう、そんなイメージ。うん、そんな感じでいいんじゃない？あ、あとね、あとね、カバン持たせたいんだけど大丈夫かね。カバンいいよ。うん。パーツの手さえちゃんとできてたら全然。え、そうかな。白ってどんな感じか全然もうあれ。この白ダサいの。あ、そう。どんな背景なん？未来系な？どんな背景って言われても適当だから言わないんだよ。うん、どうしようかな。なんかすごいファンタジー系じゃね、すごい。ファンタジー系
駅名だけど、駅のホームだよ。駅のホーム？奥にあるのすごいお城みたいじゃけど。うん、お城。わかんないよね。なんで私こんなの書いてる？ファンタジーと SF が混じったみたいな？ドロヘドロみたいな感じかね。あ、ゾウヒョウさん、ありがとう。そう、うちめっちゃね、今回の新しい衣装フリルつけたいんじゃけどね、書くの大変そうだから、ちょっとね、覚悟決めて書いてきよるよ。ちかさん、こんばんは、いらっしゃい。うちはね、今新衣装。いらっしゃい。ね、うちは今の衣装書いちょって、デルちゃんね、今背景書いちょるんよ。うん、適当に書いてます。そうなんじゃよ。フリルね。うちめっちゃ苦手なんよ、すごい。多分ね、すごい、クリスタ先生にすごい、お手伝いしてもらうことになると思う。うん。あ、サイカさんじゃん、バンちゃん。どうしようかな、何しようかな。みんなね、一緒に追いかけしてこう。ねえ、ゾウヒョウさん、やっぱ触れるって書くの難しいよね。うちもすごい今ざっくり書いちょるんじゃけど、これね、ディティール詰めていこうって思ったらちょっともね、うーってなっちょる。でも触れる可愛いからね、そこ入れたい。うん、私はね、フリルにね、苦手だから絶対入れない。うちは苦手だから逆に入れたい。その感覚も素晴らしい、本当。私は無理の無理とか言わない。うん、無理は言わない。早くね、ネルちゃんと横に並びたいね。うん。
これだろ、大丈夫、うん、アプリケーション立ち上げたら戻った。配信画面どうかね。配信画面、うん、回ってるだけだよ。おかえりって帰ってきた。あ、本当に、あ、よかった、うん、みんなごめんね、ちょっとね、アプリケーション OBS とかちょっと立ち上げ直したら戻ったよ。私の声も聞こえる？大丈夫かな。あ、ちかさんありがとう、下月さんありがとう。でもね、はい、私のポッコンがないです。え、なに、あのね、フリーズって言っても多分クリスタがフリーズした。あ、ねるちゃんの方は？そう。なんか、ペンが動かない。一旦ねるちゃん隠して立ち上げ直す？立ち上げ…なんか…クリスタ…そうだね、ちょっと今ねるちゃん隠す、うん、ねるちゃんちょっと隠すよ、じゃあ。もういみんな、ちょっと待ってね。あ、ゆきとさんありがとう、あんさんありがとう、問題なしチェックありがとう、ねこさんありがとう。ねえ、珍しいね。コントロール、コントロール、あれと、デリート。最悪。どっちだろう。声聞こえてるんだよね。うん、みんな声は聞こえちゃるって言っちゃるよ。とりあえず見続けていい。うん、分かったよ。みんなね、ごめんね、ありがとうね、すごい。ちょっとね、ねるちゃんが立ち上がるまでちょっと待っちゃってね。大丈夫、うん、びっくりした。でもなんかすごい乗り切れてよかった。見えてる見えてる見えちゃる。じゃあ映すよ。うん、大丈夫。ほい、うん、うん、大丈夫大丈夫。あー、なんかすごい中途半端なところで割ってるような気がする。やりな、緑になっちゃった。よかった、すごい。なんとか復帰できてから、うちちょっと一瞬ね、放送も止めてしまおうかと思ったんよ。まあ、確かにあったね。うん。
か感が全然違う。あ、ちかさんありがとう。うん。絵に集中しすぎたらダメ。ある日に放送事故。うん。ねるちゃんそれは何？なんかすごい様式なあれじゃね。なんかすごいあの前に見せてくれたスケッチブックのイラストの後ろみたいじゃね。うん。こういうのって基本暗記して書く感じがあるからさ。暗記っていうかあれだよね、あの絵の引き出しみたいな感じよね。うん。あ、シロさんこんばんは、いらっしゃい。いらっしゃい。影どうしようかな。明日でようやく週末じゃねえ。週末。週末？明日の日？あ、そう。もう明日週末。え、あ、そっちの週末。違う違う。終わる方じゃなくてあの週の方ね。そうそうそう。朝ね、そういう時は本当にあのゆっくりするのも大事だよ。寝てエネルギーチャージしてね、またあの書きたいゲージがねムクムクするまでちょっと待つのも吉じゃよ。そういう時はあれじゃ、ゲームとかして遊ぶんじゃ。うん、いいと思う。ねみちゃんまたあのこの前のビセージとか上げてくん？配信とかで。ビセージ。ビセージ。いや、でもあれすごく面白くてさ。うん。まあ明日仕事動画一応制作はするんだけどさ。なんか切り抜き作っちゃうって言うちょったよね、うん、切り抜き作るから見てほしいんだけど、いや結構ね、あのマイクよりちょっと難しいけど。マイクラ？うん。作る？うん、っていうのが好きな人、クリエイターさんとかは結構おすすめする。すごく面白かった。この辺どうしようかな。気にしてないから。なんか飛行機のところでめっちゃ苦戦しちゃったよね。いやー、飛行機とかあれエンジン作らないとダメだから。めっちゃむずいよね。うん。気にしてあれはもうだいぶ進んだステージのところじゃった？うちあの
ちょっとあの都合でスマホ、スマホでちょろちょろ見ながらやったからさ。あれ、これ、何じゃん。あれ、まだ序盤なん？うん。いや、序盤なのかな。そうなんだ。え、どうしようかな。何か置こうかな。何か置こうかな。なんかあれじゃな、模様入れようかな。ベルちゃんのあれじゃねえ、あの、ビシージのお城みたいじゃねえ。あれ、城作らない。あ、待って、ビシージのお城って書く場所ないな。なんかさ、見てるのかな、普通のこういう、なんていうの、砦みたいなのとかいっぱいあったよね。そうあったような気がする。どうなんだろう。これね、すごい完成するのが楽しみだな。ちゃんあれじゃね、すごい髪の毛めっちゃ綺麗に塗ったね。ライブ 2D だから逆になんか、なんかすごい集中した。めっちゃ綺麗。なんかさ、よく昔くてさ、どうしたん？何？すごく難しかった髪の毛は。ああ、難しかったね。よう描けちょるよ。でもお姉ちゃんが描いた点が重き消してしまったから申し訳ないな。いや、それはいいよ。もともとじゃって、あの
ね、ねるちゃんのオーダーはって感じだったけど、うちはちょっとね、けんあの紙先の流れとかちょっと把握したくて、あのちょっとね書きすぎてしまったから、うん、うん、そこはもう塗りの方に任せてもらって大丈夫。うん、色ドレスまでしてもらってね、すごい満足満足。全然喋らない、やばいやばい、何話そこの何話そこのってうん、はい、まあ、今日のさ他の学校のところでの人でさ喋っててさ、なんか面白いのがあるみたいな感じの話をしてたんだけど、うんうん、最近ねポンコツのポンコっていうね、うん、漫画読んでみて面白かった。ポンコツのポンコ？ポンコツのポンコ。動物とアニメ漫画な？動物じゃない、動物じゃない。機械、ロボット。ポンコツのポンコさん。ジャンプ？うん、ジャンプじゃない。ジャンプのメイドさんじゃなくて？ロボコさんだっけあれ？わかんない。ポンコツのポンコっていうのが、うん、なんかね、癒された。へぇ、ロボットカステイクなのかな、と、その九州にいる田舎のおじいちゃんとの話なんだけど。ふんふんふん。あ、うちそれもしかしたら知っちょるやつかな。アンドロイドと人間の交流がメインの漫画？交流、うん、交流なんだ。あ、そうくんじゃ、いらっしゃい。いらっしゃい。ポンコ知っちょるん？やっぱええんじゃん。面白いね。なんてタイトルだっけ？なんちゃら島の？ポンコ。もうみんな書いてあげて。これおすすめだよ。みんな。おすすめの漫画？うん、うちはね最近ねあのアニメ見ちょるね。アニメアッカっていうねアニメ見ちょる。すごいね絵がおしゃれでね、あのお菓子とかいっぱい出ちょってね、お菓子好きなねうちの、すごい助かるアニメじゃった。すごい、んねるちゃん、ん、あ、よかった、うんうん、さっきの放送事故があったけん、めちゃんびっくりするね、喋らないと。なんか角度がおかしいな。あ、こう久しぶり、なんかこういう書き方超久しぶり。あ、ちかさん、あっかいいよね、めっちゃいい。今ね、うちね、途中まで見ちょるんじゃけどね、ね、主人公のさ、出生の秘密が明らかになってさ、じゃあね、親友がね、ずっとついてっちゃったけど、あれって、ダさんの付き合いじゃったんかなって、すごい今不安になりながら見ちょるよ、すごい。
なんかね、すごい激しいね、そういうなんかバトルとかがあるわけじゃないんだけどね、すごいキャラクターのね、すごいなんか生きとる感じがうちめっちゃ好き。オープニングもね、なんかすごいめっちゃおしゃれで、今ね本編進んできてね、うちようやくなんかあのオープニングの意味分かってきた。ああいうオープニングすごいええよね。すごいお話を見進めるとさ、あのオープニングのすごい意図が分かってくるっていうんかね、ああいうのすごい好き。この夏目さんじゃっけね、作者の人のデザインの人、あの人漫画もめっちゃおしゃれなんじゃよな。あ、そうそう、オープニングめっちゃ良い。あれ小野さんの漫画のうちジャケ買いしちゃったもん。すごい、お姉ちゃんもハマってる漫画とかあったりする？最近ハマっちょる漫画？うん、ハマっちょる漫画はね、今ね、スマホの Kindle でのリアルタイムで読んじょるのはママごとっていう漫画かね。ママごと、ちょっとなんか聞いたことある。小説家のね、お姉さんのところにね、あの小学生の女の子がね、あの押しかけに来てね、あのいろいろ世話してくれるっていう漫画なんじゃけどね、うん、すごい、あのこの前話したの、いつもね話のちょのメイドラゴンみたいな感じで、すごいキャラクターがめっちゃ可愛くてね、ほっこりしながら読めるんよ。うん、なるほどね。うん、あれめっちゃ好き。なんかね、ドラマとかアニメとかでやってほしいね。サイカさん、あ、オーバーロードおすすめ。あのドクロのやつかね。ドクロのやつだね。え、オーバーロードって一応アニメで全部見たんだけど、お話って全然進んでるよね。進んじゃる？なんかこのスバもなんか新しいのが始まるって聞いた。このスバって金曜だよ、あれ。なんか急にエモくなった。ほんまに？あー、なるほどね。みんなめぐみんこういうところが好きになっていくんだなっていう印象はすごかった。ほー、爆裂魔法の子？爆裂魔法の子、あー、かわいいなって思った。あ、まんゆうき、まんゆうき、あ、そうか、で、仕方ないんじゃ、正直に言ったら。だって本当に直近で見てるのそれなんじゃ。かわいいんじゃ。ね、なんかのお互いの好きな漫画のなんか語る配信とかもしたいね。語る配信、なんだろう。私ね、うん、なんかね、作品あんまり覚えてないんだ。漫画すごく読むんだけど、作品全然覚えれなくて。そうなん？そう。ストーリー的な意味で？楽しむから、うん、ストーリーをすごく楽しむから、うん、全然作品をの名前が思いつく。ああ、キャラクターの名前とかね。うんうんうん。うん、
でも私が名前覚える作品って相当面白いっていうことだから私にとってね、私にとって、うん、私にとってすごく面白いが、メイドラゴンとか本当に好きだったっていうことだから、現在進行形で好きじゃよね。うん、めっちゃ好き。ねえ、なんかそういうの面白そうじゃよね。やっぱうちもね、お絵かきしとるときってやっぱりね、漫画に影響を受けたりとかするけん。私もめっちゃ影響。投稿できん。なんかね、みんなの好きな漫画のお話聞いたらね、なんかすごい、あ、それで今こんな感じで書いとるんじゃっていうのなんかわかるかも。わかる。私も絶対わからないと思うけど。保育園までよいしょと、みんな逆に、あ、これおすすめだよ、読んでっていうのある？おすすめ？ん？おすすめ、みんな。オーバーロードとかじゃろ？うん。万有記、地獄甲子園は読んだことあるんじゃけどね。カタロウ先生すごいよね、あれすごい。あの、すごい。ジブリ受けようとしてね、受けたみたいなお話聞いたけど、やっぱりすごい女の子めっちゃ可愛いよね。うちもあれじゃな、ねるちゃんみたいにちょっと髪先に色乗せてみようかな。え？色乗せる？うん。私色乗せたっけ？え？うん。なんかの紫？ピンク？髪の毛先？ああ、そういうこと。うん。それは何とも言えない。お姉ちゃんに分かったな。でもすごい、やっぱ入れるとすごい柔らかくなるよね。うん。
ブリンスレイヤー、あれもすごいよね。ゴブリンスレイヤー何だったっけな、でも結構グロピ描写が多かった記憶がある。あれすごいバットマンみたいでうち好きじゃな。バットマンうん、なんで、あの、ゴブリンスレイヤー、イヤー1っていうのがあってね、うん、あの、本編のゴブリンさんに、スレイヤーさんになるまでのね、最初、なる前の、なり始めの最初の1年間をなんかコミカライズしちゃってね、コミックス漫画になっちゃって。アメコミのバットマンもね、最初その、バットマンがすごい、バットマンの活動を始めて最初のね、ナレン1年目の話とかがあってね、あれすごい面白いんよ。あのヒーローがヒーローになるまでじゃないけどね、すごいああいうのすごいね、新鮮で面白いんよ、うん、バットマンもね、最初はね、あの失敗しながら上手くなったんよっていう感じで、なんかすごいね、今本編だとね、なんかこうビルを飛んだり跳ねたりしとるけど、あの最初ね、衣装を着て始めた頃はなんかあのね、あの着地失敗して怪我したりみたいなこともあってみたいな、そんな漫画そうなんだ、そういう漫画もあるんだ。そうなんよ、うん、なんか裾に模様入れようかな。ゆるちゃんすごいファンタジーな背景になってきたね。ありがとう。ん？なんか考えちょる？え、考えてる？何を？何も考えてない。何も考えちょらんの？何も考えてなく、ただただ描いてる。なんかキャラクター変えちょったけど、なんかストーリーがある感じなん？何もない。でしょ、なんか適当に風景になじませてるような、見えてるかな、見えちょる見えちょる、なんか奥にあの洋風の建物があって、手前は駅のホームみたいな感じじゃねえ。うん、なんか適当に詰めて描いてるみたいな。一見ね、コメントに困ってしまうね。すごいなんかめちゃどんな世界観なんじゃろう、めっちゃ気になる、解説が欲しい。こういう世界観、うん、なんかすごいSF ファンタジーとなんかすごい現代ものがすごい混ざっちゃる世界じゃん。うんうん、でもそれで合ってるんじゃない。こういう絵も描けますぞーっていう。どうしようかな、真っ白がいいんじゃけど、なんか色入っちゃった方がいいかな。配信になると
上しかでもね。こういう時の色調補正じゃねえ。大丈夫だね。大丈夫だね。ん？何何？いや、このサイドペリル、サイドペリル、サイサイドの髪の毛をライブ 2D にした時にどうしようかなって一瞬考えただけ。ああ。うん。で、あ、こうやったらいけるかなって思ったから、あ、大丈夫、大丈夫って言ってるだけ。ね、お姉ちゃん、ええよ、お前。え、そんなことないよ。何色がいいかな。うちね、緑にしようかな、どうしよう。緑はやめといた方がいいんじゃないか。あ、そうじゃった。黒巻きで抜けんのじゃ。ブルースクリーン。がーん。そうじゃったね。今日配信前にその話でね、すごい、ね、あれじゃったのに、すっかり忘れちゃった。そうなんよね。衣装デザインしても。うん。ね、衣装デザインしとると、やっぱりあの、こっちの配信するときにちゃんと載せられるかが大事じゃもんね。うん。買おうかな。でもねるちゃんのね、服ちょっと。こんよりじゃから。白がいいかな。シンプルにしたいんじゃけどね、すごいあのついついね、あの複雑にしたがり病が出てしまうから、うしよっかな。じゃあ髪の毛ちょっとピンクにしてみようかな。うん、いいと思う。ほんまに？え、髪の毛ピンク、髪の毛ピンク、ちょっとピンクしてみようかね。うん、そうだね。
おい、髪の色いじれる。姉ちゃんのライブ2にも誰が出るんだろう。いつ完成したらといつ放送できるだろうなって思って。あ、そうじゃねえ。いつやろねえ。できれば冬になる前にはね、やっときたいんだけどね。いや、それはないよ。私がこの1ヶ月で作らないと。だいぶ。でも、スムーズにいけたら、ライブ 2D の方は私2日で作るから。うん。うん。めっちゃ心強い。うん、時間あるから。逆にうちがあれなんじゃよね。それまでにちゃんと書き作っ間に合わせられるかどうかなんじゃよな。今あれじゃもんね、すごいカラーラフでザクザク書いちょるけど、あの髪の毛でちゃんと隠れちゃうのもね、会長感といけんもんね。うん。でもそれも結構簡単だったりするから、髪の毛もなんか牛、いや、ザクザク描いて、一瞬迷ったけど、ザクザク描いて。スーパーサイヤ人、グレちまっただよ。やっぱりでもこの髪の色が落ち着くね。あ、ねるちゃん1時間半経つる。でもいつ終わるの？いつ終わるかね。私は全然いつでもできる。むしろずっと書いてられた。ほんまにすごいね。うん。それはもうめっちゃこてよかな。じゃああと11時になるまで頑張るかね。うん。冬終わった方がいいかな。ん？ん？なんかね、うん、スカートね、あのちょっとシンプルすぎるかなと思って。でも全然大丈夫だから。あ、シロさんすごい大人っぽい、ありがとうね。ちょっとね、うち今厚着しとるからね、すごいあのもう少しこう動きやすい服にしたいなって思っちょるんじゃけど、あんまりシンプルすぎてもどうかなって思って。
リボンもう少し大きくてもいいかな。エルちゃんあれじゃね、すごい線路めっちゃ変えちょるね。変えてる。うん。ちょ、適当に変えてる。この書き方ってほとんどめったにしないから。うん、あれやりたい。ユナイト、ポケモンユナイト。ユナイトね、うん、今日お姉ちゃんから聞いたんだけど、あれ無料だってね、うん、全然知らなくて、うんうん、あ、お金かかるんだろうから、あ、うんうん、私はやめとこうって思ってて、今お金ないからね、うん、何も知らなくて。じゃあさ、無料だったからさ、うん、なんだって思って、やろうかなって思ったね。配信画面ね、作ったけんね、一緒にやろう。なんか、昨日の姉ちゃんやってたみたいに、参加型でもいいし、うん、またやりたい、またやりたいって、まだやってないんだけど、やりたいなって言って。ダウンロードした？はい、して、してやとみさん、いらっしゃい、アロハアロハ、アロハアロハ。ねるちゃんもすごい、あの、何のポケモン使うかね、練習しとくとええよ。チュートリアルがね、ちょっと長いけん、何使うか。うん、でも私の感覚、動画見てたらタンクじゃないかなって思った。カビゴン使う？カビゴンなのかな。でも攻撃以外あ、クロハムさん、お邪魔します。いらっしゃい、追いかけ配信しちょるよ。よかったらゆっくりしててね。していてね。今ね、ポケモンユナイトの話してます。ちょっとね、この、あの、昨日ね、ポケモンユナイトの配信したんじゃけど、で、次ね、またなんか配信できたらいいねっていう話になっちゃって。ねるちゃん、ねるちゃん、岩パレスもおるよ。誰そいつ？ん？あの、うちが昨日めっちゃやられちゃったやつ、あの背中になんか、あの、イワシをしょっちょる、あの、カニみたいなやつ。ヤドカリ。うん、ヤドカリ、ヤドカリ。使うかもしれない。いや、でも、まあ、いろんなキャラ使うと思う。あの、あれないよね、あの、ルームで使う、あの、対戦で使うときに、あの、同じポケモンダブっちゃいけんからね、チームのときに。そうそう、なんか使えるポケモンを複数おった方が絶対ええと思う。了解。なんか動画見てたらさ、うん、これ戦略ゲーじゃんって思って、私得意なゲームじゃんって思って、うん、得意なんじゃ。戦略ゲーはすごく大好き、やりたいなって思った、純粋に。
すごいな。うちはもう目の前の敵をね、ボコボコすることしか考えんから。それでもいいんじゃない。ねるちゃんはシミュレーションゲームとか強強なん？シミュレーションゲーム？うん、桃鉄強いよ、桃鉄桃鉄は基本人泣かせてるよ。それパーティーゲームじゃない？すごろく？パーティーゲームだけど、戦略で。あと信長の、カードゲームみたいな感じだけど。クロハムさん、ありがとう。カードゲームね、覚えたら強い。覚えたら強い。で、うちはね、すごい戦が一生懸命描くタイプなんだけど、ねるちゃんはね、すごい厚塗りがすごい得意なんです。得意なんです。いや、厚塗り得意っていうわけではないの。そうなん？そうなん？どうしよっかな。ちゃんと髪の毛、ちゃんと言うと、これと言って得意なことがない。今、いろんな描き方練習中で。あ、でも、これ得意になりそうっていうのが、ライブ 2D とか 3D とか、こういう、なんて言うんだろう、模型系が得意。模型系って何？立体？立体を作るとか、そういうの。モデリング？モデリングとか、今こういう風に建物とかさ、結構描いてるじゃん。うん。この建物の形を想像するとか、そういうのは大好き。なんかね、絵描いてても何描こうかって毎回悩んで、結局手つけれないっていうことがすごくあって。うん。でもライブ 2D とか 3D とか、なんかモーションつける工程がすごく好きだったり、今こうやって物描いてるけど、これを 3D に作るんだったら楽しいだろうなって思う。あ、クロハムさんもすごい、2人で得意分野が違うっていいですね。じゃって、お姉ちゃんは基本的に絵うまいからね。得意得意だけどね。得意得意かな。立体とか絵でその場の空間を表すのが好きってことですって。そう。うちはね、すごい可愛いの描けたらいいなって思っちゃうよ、絵描いちゃって。いや、いいな。そう、なんか可愛いの描きたいけど、最近そんなに可愛くなくてさ、描いてても。なんかね、自分のライブ 2D 作ったときは、あ、これ結構いい感じと思ったけど。めっちゃ可愛いよ。それぐらいなんだよね、なんか最近描いてて。でも絵は楽しいよ、みんな描いて。かな。アプチトリつけたいね。いいよ、つけて。
なんか、うん、皆さんもライブ3よくしたいなっていう人がいたらどんどん連絡全然あ、ねるちゃんがモーションつけてくれる？うん、いや、気が向いたら本当に休めでもいいかなと思って休めっていうかほとんど無料みたいな、うん、昨日その安置きやしてしまって大丈夫？大丈夫じゃない感じない。いや休めって言ってもでも なんだろう、ライブ 2D を兼ねるくらいは欲しい。ライブ 2D ってやっぱりなんか安いじゃん。うん、でも無料でやってたら高くなっていくから。それだけは欲しい。時計をつけておきたいな。時計、腕時計、時計。時計、いいよ。腕は多分、時計の場合一体化だから全然大丈夫。で、どうしようかな。あ、すごい濡れちょる。めっちゃかいちょるね。めっちゃかいちょるよ。ねるちゃんのあれじゃね、すごい奥からなんか電車みたいなのが走ってきそうだ。ランプがついちょるね。うん、うちもちょっとこれでちょっと止めようかな。ねるちゃんもキリがいい？キリがいいのかな、どうなんだろう。あ、色塗ってく？色をざっくりと塗ってから詰めていこうかなと思って。うちね、こっからはちょっと裏で作業しようかなって思っちょる。裏、了解、いいよ。うん。あ、やとみさん、じゃあねるさんは今駅書いとるの？じゃって。駅なの
かな。それクモの巣みたいなのもあれじゃよね、電線じゃよね。電線、駅は駅だね。駅だけど、駅は駅。全然いろいろ。一旦じゃちょっと配信止めちゃって大丈夫？うん、止めようか。うん、はい。うちはね、すごい霧がいいところまで行けたので、今日のあのお絵かき配信はここまでにしていきたいなって思います。みんなね、あの途中で、ね、放送事故あったんじゃけど、最後まで見てくれてありがとう。ありがとうございます。よかった。うん、よかったよかった。本当にね、立て直してよかったよ。みんなね、すごいあの心配のコメントとかね、すごい。声ね、ちゃんと聞こえちょるよとかのコメントしてくれてありがとう。ありがとうございます。じゃあね、最後にね、あの来てくれた人の名前読み上げるね。シャルちゃん来てくれてありがとう。アンさん来てくれてありがとう。下月さんも来てくれてありがとうね。シロさんも来てくれてありがとう。ファンクさんも来てくれてありがとう。ユキトさんもね、遊びに来てくれてありがとう。昨日楽しかったよ。ゾウヒョウさんも来てくれてありがとう。チカさんも来てくれてありがとう。サイカさんも来てくれてありがとう。ソウさんも遊びに来てくれてありがとう。ふぶきしろさんもね、遊びに来てくださってありがとうございました。やとみさんも来てくれてありがとう。クロハムさんもすごい遊びに来てくれてありがとうございました。これで全部大丈夫かな。読み上げ漏れないと思うんじゃけど、呼ばれてなかった人おったら声かけてね。あ、じゃあね、うちはまたね、すごい、ね、新しい衣装ね、早く完成させたいなって思いますね。またね、ねるちゃんとね、ユナイトのね、ポケモンユナイトとかの配信もできたらと思うんで、でまたね、配信するとき遊びに来てくれたらなって思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。週末ね、みんな楽しもうね。あ、そうじゃそうじゃ、ちょっと待ってちょっと待って、宣伝させてみんな。あね、明日ね、あの今日ね、配信遊びに来てくれたね、あのイソラね、シャルトさんがね、あの歌枠配信ね、明日やるんよ。みんな遊びに来てね。みんなって行かないと。うん。行かないと。そうなんだ。見に行く。絶対見に行く。私も見に行くよ。はーい。じゃあね、みんな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、なめこさん。遊びに来てくれてありがとう。ね、お疲れ様ありがとうございました。またね、配信やるから遊びに来てね。あ、シャルちゃんありがとう。ね、うちもね、あの、すごい楽しみにしとるよ。頑張ってね。はい、みんな、おやすみなさーい。おやすみなさーい。